よし、俺の名前は、せーの、クックー。そう、クックです。クックです。クックです。皆さん協力してもらってすいません。なんかでね、俺はね、バルボスタ海賊団で飯炊き係っていうな仕事をしてるんだ。ほら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 、これな、ニンニクなんだ。玉ねぎじゃないんだ。ニンニクなんだよな。そう、飯炊き係だからな。だからみんながな、海賊になってくれたら飯炊き係の俺が美味しい料理を作ってあげるよ。どうだい、食べたいだろ。あ、なんか拍手してませんね。それを踏まえた上で俺と一緒に海賊にならないかい。やった、もっと増えた。よし、じゃあさ、俺と一緒にさ、海賊の飯炊き係の訓練をしないかい。なんか無理やりそんなやらせた感じになっちゃってね。そんな無理してそんなつけなくていいぞ。でも手伝ってほしい、一緒にやってほしい、一緒にやってほしいね。よし、なんかもう一体感すごいよな、このな。今からやることすごい簡単。飯炊き係はな、料理がいつでもどこでもどんな時でもどんな料理も作れるようにならなきゃいけない。だから俺はまだまだ知らない料理がたくさんあるんだ。だからまあちゃんとした訓練なんだけど、これはな、簡単。今からやることは、例えば俺が今食べたい料理を頭の中に思い浮かべるだろ。その料理を俺は名前を言わずに材料だけ言うだろ。言ったら、あれ、だんだんとこの料理はこの料理なんじゃないかって分かったら、その瞬間に素早く手を挙げる。手を挙げて、結構早かった人に俺がね、直接なんだそれ、なんだ料理だとか聞くから、答えてそれが正解だったらその人は勝ち。で、簡単に分からせた俺も勝ち。つまりハッピー、そういうやつなんだ。よし、じゃあ例を出す、例を出す、いくぞ。その料理に使う材料は、そうだな、牛のもも肉、ブロック肉、そして塩、胡椒、さまざまな香辛料。正解なんだけど。早かった、拍手拍手。お前なんて言うんだ、井上翔太、井上翔太、井上翔太に拍手。勝ち、分かりやすかったかな。俺も勝ちだ。幸せな世界。よし、じゃあな、今度は俺もみんなと一緒に当てる方に挑戦しようと思う。だからこの中で手伝ってくれる人を一人やってほしいんだけどな。やってくれないか。大丈夫か、今大丈夫か、今空いてるか。よし、じゃあちょっと前に出てきてくれ。前出てきてもらって、じゃあ最初に名前聞こう。名前なんて言うんだ。アリさん、アリさんに拍手。よし、じゃあ今食べたい料理を頭の中で思い浮かべてくれ。思い浮かべた、早い、はい、よし、じゃあな、みんなも真剣に考えてくれよ。いるぞ。その料理に使う材料は、人参。まだわからないよな。よし、その次はじゃがいも。わかった人いるか。まだわからないよな。次はブイヨン。わかった人がいる。ちょっと待って、俺に聞こえないようにこっそりとその料理。じゃあ俺に聞こえないように、聞こえないように。やったー、なんてこった、やったぜ、すごい早かった。ちょっと待ってくれ、名前なんて言うんだ。イオリ、イオリに拍手。負けた。いやでもまだまだまだ分からない人もいるからな、続けてくれ。次に使う材料は小麦粉。小麦粉、分からないぞ全然。その次は牛乳。おー、分かった。ちょっと他に分かった人手を挙げてくれ。あんまりいない、ちょっと前出てきてくれ。こっそりと教えてくれ。正解。ちょっと待って、名前なんて言うんだ。ハルミ、ハルミに拍手。また負けた。全然分からない、全然負けまくりだよ。オーマイガーリックだよ本当にこれ。次は何て言うんですか。塩とか胡椒とか分からない。分かる人はいないか。
もう考えること諦めてるじゃないか。大丈夫か。分かる人は、はい、手を挙げて。分からない。分からないよな。分かる？ちょっとじゃあもう、大きい声でちょっと言ってくれないか。みんな分からないみたいだから。教えて。シチュー？シチューだった。シチューだった。シチューだった。素晴らしい拍手。名前なんて言うんだ。え？何？アイラ？タリラ？タリラに拍手！素晴らしかった。いやー、全然分からなかったけど、分かった人ね、勝ちでしょ？はい、勝ちだから拍手でしょ？で、分からなかった。そして俺も分からなかったけど、今分かったからみんな勝ち！つまり、平和な世界。はい、拍手だ。漏れてくれて、漏れてくれてすいませんね。漏れてくれてすいません。手伝ってくれてすいませんね。すいませんね。本当痛い感すごいぞ。よし、いやー今日もいい訓練ができた。いや付き合ってくれたみんなな。素晴らしい。もういつでもな飯だけがかりだし働けるからな。これでバッチリだよ。ということは、手伝ってくれる人は午前3時に嫌な顔するんじゃない。午前3時にボルトパラディーゼに集合だ。わかったか。若干のテンションね。でもな、まあやってくれた人はきっと来てくれるからな。待ってるからな。じゃあ最後に海賊の挨拶、両方をしてみんなでお別れしようと思う。両方、両方って言うんだよ、大きい声で。今じゃない。せーのって言ったら両方ね。いくぞ、せーの、両方。はい、素晴らしい拍手だ。そしてこれが第3の音。大丈夫か。大丈夫か、気をつけろ。これが解散の音。解散、すいません、通ります。すいません、解散が通ります。